先も目印もない、雨に濡れた古いくたびれた地図見つめて、愛想笑い繰り返して、理想の助言ただ聞いているだけ、意味はない、何もない日々が手をつなぐように、君の想い強くなる訳は、夢を見るくらいなら口づけからそう。もベテルギウスってちょっとカッチャーに似てるね、なんかこの顔の作りが。髪型はちょっとあれだけど顔は似てるかも。かっちゃんを倒すみたいで申し訳ないけど、ここは勝たせてもらおう。勝てん。これチャンスアップないけど、はい、292ゲームで当たりました。ここであと100ポイント欲しかったんですけど、900ポイントしか持ってないということで、本日3回目格ゲーと戦いに行きます。なんとこう200の前半と200の後半で2回当たりを引けてます。今度は連打。ね、ここから。もう。ボクバル君を丸ごと信じていますね。全然抽選うまく上げれない。しょうがないから 57% でやるしかない。本当にそろそろ入れときたい。怖くないです。じゃあ半分まで削って、あー、これはちょっと本当に終わってしまったかもしれないよ。1戦目で、あ、でも赤まで行ってる。これはもしかしてウィルヘルム。57%、1回目撃破です。2戦目、大きにちゃいますのよ。はい、あ、これはいいです、いいセリフ。でもミミちゃんだ。あれあれあれれれれ、悪くないと思ったんだけど。はい、ここから信じて、 57% を信じて。赤ください、赤ください。せいぜい頑張るかしら。白、青、怖い、怖くないです。リカード、ミミちゃん、毎回ミミちゃんだ。半分まであるぞ。ちょっとここで苦しだったらめちゃくちゃある。あら、じゃあもしこの戦いがダメだったとしても、ここで強治療引けば書き換えられる。あー、もうこの最後にかかってる。ボタンでお願いします。
うわなぜ勝てないのか。奇跡よ。あのミミちゃんの半分まで行った時はもろたかなと思ったんですけどね、また3戦目でやられちゃった。こっち見ればコンビニ経由せず鎌倉ステージです。あれああ、まだよね。てか、青やで、まだ。まだ刺激を求めます。はい、チューされて、はい、黄色。大丈夫か、これ、黄色やけど。ああ、はい。赤文字から。ひゃ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 、ちゃうねん、もう。このドスケベが。あーだったー、もう944ゲーム総投資22本、長すぎでしょ。はい、まあこれで以上新どんどんボーナスで、ここ準備中大事、チャンスチェリー、まあ強チェリーとチャンスベルで 25% で極みへの昇格抽選 してるんで、引き台。ほんでこれもしね単発とかで終わった日にはあもう笑えないセールスマンですよ、こんなもん。あー昇格はできへんかったか。やりましたね、おめでとうございます。あーオーラ黄色だから、2以上。ええ、どんどんボーナスなんですけど、完全ボンミスしてました。なので謝りに行きます。聞こえない聞こえない。ちょっと東さん、なんか機嫌悪いですか。聞こえない、もうなんで外なの。人生最大の間違いをしてしまいました、うん、引いたとかじゃなくて。引いたとかじゃない、そのセリフを勘違いしまして、ほう折って、はい、天井まで行きました、すいませんでした。で、ほんまこれはやばい、これは本当にもうほんま申し訳ないと思って。ほう違う、天井まで行ったのはまあ100杯ずっていいよ、はい、いいんだけどさ、その後どうなってるの今。あ、今どんどんボーナスが出てきました。あで今からまだやる。でもさ、普通だったらさ、そこからさ、まあ、勘違いしたとは言うでもさ、こっから見せ場作ればさ、まあ、出玉戻せばまだなんとかなるっていう感じじゃん。なのにここで呼び出すわけだよ、はい、そう。じゃあそこは一旦そこまで追ってしまって、まあ、投資も22本ぐらいいっちゃったんで、はいはいはい、そこをちょっと詫びようかなと思って。違うよ、ここはほんまに申し訳ないと思って。単発でもごめんねの謝りだよこれ。先の先に先謝り。これ単発だったとした時にもっとやばいことになるから事前に伝えとこうっていうやつだよ。まあ、ただ表に出てくる道中の、うん、光太郎の顔を見てると、うん、ちょっと責められへんなっていう。いや私は責めるよ。責める？だって私のお金だもん。確かに。そうだった。こっちはさいいかもしれないけどさ、私お金一生懸命さなんとかしてさやってさ喫茶店開こうと思ってさ、なんとか二人にお願いしてさ、そうだやったるよ、大丈夫だよ俺たちがいればみたいな感じでさずっと言ってきてさ、でも毎回さすごいお金使ってさもう本当にさ喫茶店開けるかどうか分かんない状況でさ、まあ、こんなこと言われてさもう倒したらいいか私も分かんないのよ。だから出して。分かりましたもう絶対出して。分かりました。まだ全然時間もあるんで、こっからっていうところ、まあ、勝てば OK ですよね。勝てば何の問題もないっていうことですよね。もちろんそうです。そうですね、出せばいいってことですよね、うん、はい、分かりました。でついでに、まあ、せっかく表出てきたんでちょっとだけ状況
状況ね。二人も。あ、確かに、あの、どうなんですか。はい、僕は、はい、いいですか。あ、どうぞどうぞ。サラバン打って一台、うん、もしかしたら一台当たり、俺は外れ。え？キスっぽいし、ちょっと弱いから、もうちょっと追うのはやめる。あ、見切って。うん、見切って、うん、ちょっと正直バッて打てる台もないから、うん、唯一1台残ってるちょっと凱旋攻めようかなと思ったところで今出てきた。いいよもうたっちゃん帰って今日。今日たっちゃんもう帰っていいよ。帰っていいってとか。帰ってとかやばくないですか。うん、もういいよ。いや、私やるからなんとか。凱旋。なんでちょっと凱旋凱旋の資金を。もうやだ本当にもう。あ、凱旋の資金を。それで資金ないんだもう。そうね、なくなったんだ。あと多分100枚200枚あるかなぐらいなんで。そうか。じゃ本当にもう本当にもう毎回さ、お金取りに来るたんびに呼び出してさ、たまにはいい報告できないの二人は。ねえ、すいません、なんかさ、これ引いたよとか、もう3000枚ぐらい出てるよとかさ、そういう報告はないの。すいません。いや、じゃあこれからです。これが仕切り直しでいきましょう。いや、ね、まあ仕切り直しで、うん、あなたが言う言葉じゃないけど、はい、まあしょうがない、なってしまったものはしょうがないということで、ここでね、ここから気を引き締めて、はい、今日はしかもあれだから、今までで過去最高にサマイス取らないといけない日だから、はい、そうです、5000枚だよ、はいはいはい、本当にお願いね、はい、本当にお願いね、はい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 、すいません、すいませんでした、すいません、立ち回りとかじゃないんですよ、やっぱり、あの出るか出えへんかだけでした。ではちょっと新規一点いかさせていただきます。どんどんボーナス、スイカ、なんとか、あかんか、あかん、オープン、オープン、ないよな、そらな、あ、マスター出た、はい、99枚単発ですけれども、まあそうだよな、ちょっとまあ一応マスター出てるんで、まあ天国チャンス、まあ最悪でも500ゲーム以内の AT 当選なんですけど、まあ、まず一旦ちょっと天国、もう一回引きます、初当たり、わあ、ここで強チェリーで欲望アップ、緑、どうやこれ、これどうだ、ほう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 、さすがに大丈夫でしょう、赤は大丈夫でしょう、頼むぞ磯部、負けた、あー文字白か、いやでも赤は外さないと思うよ、あーまあ緑文字、ドーン、よっしゃー、よーし、よかった、私の忠告は、あー磯部やった、かっこいい、さあスイカ通して23本ですね、総通して92ゲームボーナス、ああ、新規あれか、あれや、あれや、あれ解放や、もう溜まってたから、溜まって、何やかんやで解放できました、 よかった、これや、新や、こっからです、頼むぞ、この新を生かしてくれ、なんにも起こらへん、なんにも起こらへん、レア役、
うまい。これ強烈役であれば次回、まあ、これで引き戻しなんですけど、強烈役では新以上になる。うまーうまーい。画面をドーンうわー、こんなことあんねやっていうぐらい、うわー救われた。ちょっと何とかしよう、何とかしよう、せっかく繋いだ、何とかしよう。もうこれほんまに真なん、これまだ抽選してない、もう副像と一緒や、もう何も抽選されてへん。かけんだけかよ、ラスト。うわーもうレア役、レア役なんでここ頼み。ここだけは神がかってますね。なんじゃこれ、なんじゃこの引き。まあ弱者ですけど、まあまあまあ全然 OK、 全然 OK。 はい、なんかちょっと継続のさせ方が違うんですけれども、まあ続いてますよということで、3セット目どんどんボーナス、ここやここ、3度目の3度目でいきましょう。普通のでは難しい。まあ2度あることは3度あるっていうんで、もう今なんかちょっと期待してもうてますけど、いいです。あ、これはそんなんしたらダメですよ。まあ3セット279枚で、どうしようか、特に示唆なしというわけで天国否定と、ちょっと移動先を探しに行きます。さあというわけで移動してきました。今投資がね、28,400枚というところで、東に追加の軍資金も借りました。というわけで頑張ります。ちょっとめちゃめちゃ東に怒られます。すでに怒られました。リップ3、びっくりした、びっくりした、リップ3でいった、マジで。よし大ちゃん180ゲーム、ちょっとお願いします。さあラスト、鏡1枚、ちょっと惜しかったとかないけど、惜しかった。